おはようございます。よろしくお願いします。スリッパとかないですけど、大丈夫ですか？ちょっと。じゃあ、失礼します。はい、入ったのが14日に住み始めた感じです。1月の10。そうです。じゃあまだそんなに。そうですね。まだ4回ぐらいしか寝てないです。岐阜でもこの辺探検したりとか。車ないんで、まあ歩ける程度の範囲内で。そうですね。そんなだから遠くは行けてないです。でご飯とかは？ご飯はまだ自炊はちょっと、まあ、やっとなんか揃ってきた感じなんですけど、まだちょっと自炊はできてない感じです。普段はご飯作ったりとかはあんましない？まあ寮の時に、大学の時に昼ご飯が出なかったんで、まあ簡単なオムライスとかチャーハンとかを作るぐらいで、なんかそういうなんか包丁で切ったりは全然しなかったです。まあテレビはだいぶ頑張りましたね。ちょっと大きめの頑張ってあれしました。ソファーの色がちょっと、まあ、ちょっとカーテンと合わせなかったんですけど、そこちょっと後悔してて、あのこの色もあったんですけど、ちょっとこれになっちゃいました。色がなくて、でもソファーはこれが良くて、でも色がちょっとなかったんで、まあそこですかね、一番の。家具とかは全部新しく買い替えた。買い替えました。ちなみにこの、この段ボールは一応テーブルっていう形なんですけど、一応買ったんですけど、ちょっとまだ届いてなくて、まあ、今はこの状態です。これからじゃあテーブルは届く。これがテーブルになります。しばらくは段ボール。段ボールでお願いします。スキッチが一番空いてるんですけど。まあそうですね。食器も買ってきてまだ開けてない状態で。自炊はしようかなっていう気持ちは、はい、あ、はい、一応自炊で頑張ろうかなっていう気持ちはあるんですけど、まだちょっと米も炊いたことないんで、いまだに手を出せない状態で。コンロもじゃあもうすぐ。そうですね、コンロも。あ、コンロがこのこれ使って、あ、はい、IH。 そうです。で、一応あのフライパンもあって、まあ料理はできる状態が整ったんで、あ、まあそろそろ始めようかなって感じですね。これからいよいよ新体制の発表の方に行きますけれど、はい、気持ちとしてはどうでしょうか？気持ちとしてはただただ緊張しています。なんか趣味とかあったり？趣味は、まあ、漫画ですね。漫画をずっと読んでます。あとはゲームとか、インドアな生活をしています。休みの日はあんま外には？そうっす、あんま遊びに行かないタイプなんで、まあ、一日中、まあ、寝るのも好きっていうか、まあ、ずっと寝れるんで、まあ、寝て漫画読んでゲームしてって感じです。ちなみに今おすすめの漫画は？漫画はめっちゃマイナーなやつですか？大丈夫です。マイナーなやつはあの、まあ
携帯のアプリであるんですけど、ハリガネサービスっていう、多分ほとんどの人が知らないような漫画を読んでます。それどの辺がおすすめですか？いや、まあスポーツ漫画、バレーの漫画なんですけど、まあ、やっぱなんか上手くなってくる理由のでやっぱ見ちゃうんで、そうっすね、まあ見てほしいですけどスタジアムもでかいっすよね、見た感じ。結構なんかここが好きだなっていうスタジアムとかってあったりする？ああ、まあでも大学サッカーやってればやっぱ味の素フィールド西ヶ丘はめっちゃなんかいいですね。なんかやっぱ狭いっていうか、ピッチまで近いし、あとまあグラウンドも結構いいんで、好きな芝なんで、まあ味フィーは結構好きです。好きな芝ってのはちなみにどういう、なんだろう、感覚的なの？あんま長すぎないですね、僕は。結構短めの方が。そうですね。結構短く買ってほしい、はい、理想としては理想として、名前書いてますのでそこに座ってください。はじめ、社長と監督が挨拶します。でその後、コーチが挨拶をします。中田コーチ、太田コーチ、本日は皆様大変お忙しい中、私ども FC 岐阜の新体制、新加入選手の発表会に大勢お越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは新加入選手を皆様から向かって左手奥の大西良太郎選手よりご紹介させていただきます。ミッドフィルダーの大西良太郎選手です。こんにちは、法政大学から加入しました大西良太郎です。まあ、J2 昇格のために自分が少しでも力になれるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。自分のプレーの特徴はボールを奪うことで、まあ、ボールを奪ってから得点につながるプレーだったり、まあ、次の攻撃につながるプレーっていうのを見てほしいです。
目標としては、まあ、1年目なんですけど、開幕スタメンから、まあ、勝ち取って、まあ、シーズン通して試合に絡んで、まあ、優勝に力になればいいかなと思ってます。やるぞ。オッケー。はい、オッケーですね。はい、ありがとうございました。それではこれより囲み取材のお時間とさせていただきます。守備が得意で、ボールカットとか。今日、まあ、記者会見と新加入選手の発表を、まあ、終わってみて、まあ、すごい緊張したんですけど、改めて、まあ、エシギグでやっていくんだなっていう実感と、頑張ろうっていう決意をすることができました。まあ、今年は、まあ、シーズンの開幕から、スタメンを取って、岐阜の昇格優勝に向けて自分が中心になってできるよう頑張っていきたいです。よろしくお願いします。